もうちょっとあれだねせっかくだからあのこの2人のねえっ、ー、と共通点の話もうちょっとしようとするとさっきのねラファエル・全般の話あったあるじゃんこれオフェリアじゃないってさあの、えーとね、同じ作者でね<れ>こ,こういうのとかあるんだよね<ー>でもうさ漫画じゃん完全に。でなんかのなこれなんだっけなか忘れちゃったけどなんかのし,しあの 物語のワンンシーンを絵にしましまたつってで見に来てる人たちは知ってるから、うん、あのワンシーンを描いたんだななんつってなるんだけどな何とも言えず石森太郎と松本レイジの匂いいしなでもなんかこの辺は70年代の少女漫画の匂いもするけどね、うん、あそれはそうそれはそう、うん、でもさあれもさ、うん、石森章太郎系譜ってあるじゃんそれがそうかもしれないだからそういうのあるのかなっていうのとあとね この二人ね、女大好きってところも似てるっていうか。そう、ラファエル前半もそうだけどさ、あの19世紀の写真画家ってわかるレンジャー、アーサーラッカムとかイリアンヌディラックとか、あの辺とかも近い気がするんだよね。あ、なるほど。アーサーラッカムなんかもすごい妖精隠しね。うん。だから。 こから研究始まんじゃ2人とも亡くなってあとに何を読んでどの時期にどうこうでっていう研究が進むとまあいかにヨーロッパの何かに影響を受けてたのかアメリカよりはヨーロッパの影響すごいだね感じるよなっていうことですね。でまあ両方ともまあちょっとサイケデリックっていうのがまああるなっていうのはありますよ。このの辺感じ好きだわそそうう太郎ささん デッサンダメじゃん。まあ、あの、あんまり大きな声ではいないですけど、俺,ね、<laughs> 俺、だから、おだから、すげえと思うんだいや。でもね、魅力的だから、いいと思います。だから、うん、人体おかしいじゃん。で、俺も人体おかしいんで。<laughs> 漫画の神の一人がね。人体おかしいのに、なんかかっこよかったり、可愛かったり、エロかったりするっていうのが。なんか、これ、まあ、ある種の、んの新しい表現主義っていうかさ。で、俺、石森章太郎のさ、あの、才能をさ。 一発で表現してるイラストってこれだと思うんだよね <laughs> <ー>これ結局ルックシルエットだけで超かっこいいって言うんですかっこいいね、うん、これ70年代ですか これだから元ネタは石森章太郎で誰かがデザインワークでやってるのあそうういことかつまり石森章太郎はシルエットだけで持っちゃうよっていうことが証明されてるのとど。本人がこれをデザインしたわけじゃないけどでもうんこいいね。これをさ生理的にやってるよね石森先生ってあそっか。感覚的にこの流れだったらここ入ったらかっこいいよね で、全、うん、そういうノリでやってるそのノリがややばいよなっていう。であとあのついでに言うとあの末端が肥大するっていうのがあの二人の共通点ではありますよね。うん、はい。その辺はこう、うん、レイちゃんが影響を受けてるなっていうのはちょっとっこれです、ね。<laughs> そう,そう,そうですね。はいはい、このキャラクターとかね、うん、こう全然違うっていうのは違うんだけど、<laughs> うん、でもちょっとビーバージの秋く君を思わせるこう立ち姿なんでね、僕に言わせると。うん。うん、絶対に。 残っちゃってですよねこの角度とかねそうですね本当にあとこの青です皆さんごめんなさいはいははいいなんか気がつくとこの色使ってたりとかっていうのはあるしねあとちょっとこの風になびいてる感じなびいてますねなびいてる感じですこの破け方ちょっと長い子入ってますけどね。そうだね長い入。先生もう一つしたかなの世んですけどねみたいな感じで んだろう漫画的にかっこよければ別にデッサンとかどうでもいいいんだよいや本当にそれを証明しちゃってる2人ともそうだなと思ってうん、うん、でだから真似できないのは、うん、歪んでたりあの整合性が取れてないフォル,フォルムがその個人的な美意識のバランスで、うん、美になってしまうっていう非常に絵画的近代絵画的っていうかこれをやられると恐ろしいんだよね。ななぜならばその 技術でできないいってうかある意味センスとか何んいか再起みたいなもので生まれてくるものっていうねデッサンが正確だから必ずしも絵が魅力的じゃないから全くいや本当にそうだから別にそのだからさデジタルで絵を描くようになるとパッて反転できるんでなんか永久に直してしまったりするわけですよね。 だけども、うん、実際問題あれ直す前の方が良かったんじゃないかなって思いが結構多かったりとかするんだけどまあそのちょっとデッサン狂ってるぐらいの方が実はいい絵だったりすることが圧倒的に多いので俺この2人の影響を受けて育ってるから、うん、あのこ,このこのこの,このさなんか松本零士のさ、うん、キャラクターのさ骨格図とかさ、うん、レントゲン図とか言ってさ 結構パラディのの世代がさそのさ茶化してたじゃんだこの,だの後頭部おかしすぎるよとかさかそういうことよく言ってたよ<ー>そのうち,うちのうあ俺たちの上のおじいちゃん世代がはい、はい、からかってたけどうん、うん、そこじゃねえんだよっていうね,そうだねこのゆがみをねかっこよく見せてるすごさがもポイントなんで「これお前ちょっとデッサン狂ってんじゃん」っつって巨匠にち

あの微妙に病んでる感じっていうのがあるんですよ。でその病んでる感じっていうその不健康な感じがまたエロスと繋がってる。そうですね。だからまあエロスとタノスタスの作家っていうことですね。だからエロスで言うとさ、例えば長井剛先生なんかはすごく明るいアメリカンなエロスを描くじゃないですか。だけどやっぱり長井先生の絵ってすごい健康的なので。 本当にエロいかって言われると僕なんかうーんと思っちゃうとかってそのやってる行為とか絵自体はエロいんだけどでもねなんかこうやっぱり独特の病的な歪みがないんですよだからやっぱりその辺ね松本レイジ先生の絵の方が例えばこう洋服を着ててもなんかエロいっていう,う、ね、シルエットでエロいっていうのがあるんですよねなんかやっぱりこの腰の長さかなって僕思ってて、うん、はい,はい、はいうん、松本レイジ先生のこの 腰の感じの雰囲気をこう例えばなんだろう進化系が例えばうたたなひろゆきさんだって僕思って,て <laughs> おうたたなひろゆきさんの絵とかって多分松本零士先生の実は根底にある絵なんだよね胸がそんなに巨乳じゃなくて、うん、こう腰がシュって長い感じだからそこにさ本来の骨盤の位置がうんぬんが関係ない関係ない関係ないもはや脳内美女の再現なんで そこれが何て言うかな生み出す変なものっていう、うん、それが現実のものよりも輝,っちゃって見え輝いて見えちゃったりする、うん、ここがアートの面白いところであのアングルって画家のさ有名な絵でさ、うんはい、オダリスクはい,はい、はい、なんかもさすごい腰長いんだよ。あれはあれだよね